お世話になります。噂のエナリストです。今回はスマスロ忍び魂について説明をしていきます。早速ですが、天井はこちら。天井は3種類で、通常は979ゲームで天井となり、AT 確定のチャンスゾーンに当選します。2番の579ゲームは設定変更時の天井なので、純粋に400ゲームほどボーダーを早めていきましょう。この台は周期ごとにチャンスゾーンを抽選しており、最大5周期目でチャンスゾーン確定となります。これが3番ですね。1周期は平均60ゲーム前後となっているので、5周期までは約300ゲームとなります。通常時の液晶はこんな感じです。液晶左側にある周期ポイントが残り0になると周期到達となり、前兆へ移行するゲーム性です。周期ポイントが残り20ポイント前後であれば、前兆だけ確認するような立ち回りが有効かと思います。落ちていることも極めて少ないとは思いますが、画面右の周期カウンターの色が赤であれば周期終了まで打ちましょう。またステージが夕方か夜であれば転落するまでフォローしていくのもありかと思います。チャンスゾーン期待度は夕方であれば 44%、 夜なら 55% となっています。チャンス目を引ければ夕方ならチャンスゾーンが濃厚、夜なら AT 濃厚となるので、数ゲームだけでも回せるなら拾っていきたいですね。上位 AT をかけたチャンスゾーンを失敗した後は1周組で AT に再突入します。突入ケーキはエンディングごと裏 AT の終了の一部となっているので、めちゃくちゃ出た後即やめされている台があれば1周決めだけフォローしてみる価値はあります。実際にそのチャンスゾーンに突入したかは判別することはできませんが、一撃数千枚出ているようであれば突入している可能性は上がるので、ぜひ狙っていきたいですね。これまでの話を踏まえた狙い目はこちらです。チャンスゾーン当選でデータ機がリセットされるホールが多いかと思うので、スルー狙いやゲーム数狙いも割と拾いやすいのではないかなと思います。そのため浅いゲーム数で落ちているとしても必ずデータ機を確認するようにしてください。やめ時は AT 後数ゲーム回してからやめるようにしましょう。 AT 後はチャンスゾーンの引き戻し抽選が行われますが、 AT 終了時か前兆経由か1周期目の到達時に突入する仕組みとなっています。1周期を必ずフォローしなければいけないことではないと思うので、即前兆があるのかだけを確認してやめるといった方法が今のところはいいかなと思います。また先ほど話した上位 AT をかけたチャンスゾーンの失敗後は1周期で再度 AT に入るので、ここは必ずフォローするようにしましょう。どちらのケースも AT の終了画面でやめてしまわないように注意をしていきましょう。 AT の終了画面で言うと設定差があります。出現したら終日続行するパターンのみ紹介します。高設定でも AT の初当たりにそこまでの大きな差はないので、ハマることもあると理解した上で分回していきましょう。設定差は他にも次のようなものがあります。獲得枚数は他の台同様に456枚が出現すれば設定4以上、666枚なら設定6濃厚となります。よしパスとは新速の時の終了画面で液晶右下に表示されるアイコンのことです。この3パターンが出れば続行したいですね。エンディング中のボイスはエンディング中に予約を引いた際にプッシュボタンを押すとボイスが発生します。エンディングに行った際はプッシュを忘れずに押しておきましょう。基本的にはすべて女の子の帰りが熱いと覚えておけばいいと思います。今回の話をまとめるとこちらです。参考にしていただけると幸いです。今回は以上になります。ご視聴ありがとうございました。よければチャンネル登録と高評価をお願いします。